この世のものではない何かに遭遇してしまった時、あなたはどうしますか？家に帰ります。のこれガチかもしれない。ワニレックスのレックスを見ます。こっちはパーク立ち入り禁止にしようぜ。そうはいいんだ。極太の見解としてどういうことだ。これ嘘です。何の時間だよ。奇妙な入り口への扉はすぐそこにあるのかもしれません。どうも極太ラメールコースケス、こいちです。今回はですね、はい、昆虫が海にいない理由ご紹介していきます。よー。昆虫っぽいやつは確かにいるけど、うん、要は足が6本のやつはいないって感じですかね。いわゆる昆虫と定義される。そう、昆虫種が、まあ、ほぼいないと。うん、それはなぜなのか解決されてないんですよ。なるほどなるほど。2回目問題なんだけど、うんうんうん、まあ少しずつ説が出てきてるんで、それを紹介していこうと。はい、では早速やっていきましょうか。どうぞ。ということでですね、実はこの昆虫がなぜ海にいないのかという問題がですね、うん、100年解決できていない未解決問題なんですよ。問題です。この地球の中に何種類の生物がいるでしょう。何種類？はい、ポケモンで1000音体今超えるんですから。そんないるんだ。3000。正解はですね、175万です。そんないるんだね。この地球には175万種類の生物がいます。そうだな。その中で昆虫はですね、100万種類です。ほぼ昆虫が占めるんだね。ええー、私たちのこの地球は昆虫の惑星といっても過言ではないですね。うん、地球の表面は 70% が海なんだよね。海に住んでいる昆虫っていうのはですね、実は手で数えるぐらいしかいないんですよ。例えばなんかウニアメンボってやつがいたりとか、うん、本当に数少ない生物しかいないと。確かにそんな100万種もいるんであれば、うん、海に進出すべきではないかと。そういうことなんだよね。確かに確かに。それが一体なぜ昆虫は海にいないのか、今ですね説がいくつか考えられてるんですけど、うん、まあ、今回そのうちの5個ご紹介していきます。うん、まず一つ目がですね、うん、昆虫が塩分などの海の環境に適応できないという理由です。死海ってあるじゃん。うん、めっちゃ塩分濃度が高い海、浮かぶっていうね。そう、浮いちゃうやつあるでしょ。まあそこはもうね、ほぼ生物がいないんだけど、はいはいはい、まあ、そんな感じで塩分とかっていうのが昆虫は耐えられないんじゃないかと。うんうんうん、そこに適応できないからいないんじゃないのっていうのが一つ目の説です。うん、これをね証明する理由はないんですけども、あ、まあ、言われてるって感じですね。二つ目の説がですね、うん、多すぎる魚の捕食に耐えられないという説です。あ、確かに餌になるもんな。絶対に昆虫ってさ、ちっちゃいじゃん。うん、陸上生物の最大種が、まあ、大体5、6メートル、うん、魚の最大種がやっぱ浮力があるからちょっと大きくなるんだけど、うん、まあ、30メートルぐらい、うん、昆虫の最大種はですね25センチです。うんうん、現在確認できてる限り。これはね理由があるんですよ。なんでかっていうと、俺たちみたいな生物っていうのは内骨格って言われるタイプのね、うん、骨が中で肉が外。昆虫は骨が外なんですよ。うん、外骨格ですね。うん、だから大きくなろうとできないんですよね。うんうんうん、もう形が決まった状態になっちゃってるから最初から。なるほどなるほど。っていうのでもうちっちゃい育っちゃうっていうのがもう決まっちゃってるんですよ。うんうんうん、まあちっちゃいから100万種に増えれたっていう経緯もあるんだけどね。まあ、あと外敵から見つかりにくいっていうのもあるだろうし、ね、うん、それはそれでいいことはもちろんあるんだけど、うん、ただ海に行ってしまうと、まあ、常に餌を求めてる魚が泳いでる環境なわけだから、うんうん、生きていけないんじゃねっていう。うん、それはありそうだね。まあ、ただこれも証明はできてないんですよね。うんうんうん、まあ、なかなか難しいと。うん、次がですね、水圧で体内の器官が壊れちゃうっていう説です。ちなみに昆虫って肺がないんだけど、うん、どうやって酸素取り入れてるか分かる？皮膚。正解。うん、すごい。まあ、もう大体皮膚かなって、肺がないってすごいね。よちよちよち、すごいすごい、専門措置なのにすごいね。殺す時が来たよ。なんか皮膚に気管っていう直接酸素を入れるやつがあるの。うん、だから血液が赤くないんですよ昆虫って。は、俺らの血液が赤いのは肺で吸った酸素をヘモグロビンっていう赤い物質が体中で運ぶからなんだけど、うん、直接皮膚から入れるから、うん、昆虫の血液は赤くないっていうね。うんうんうん、っていうのがあって、まあ、その皮膚から入れる器官が水圧でギュッて潰れちゃうんじゃないかっていうのがあったんですよ。ただこの説はですね覆されちゃいました。
ゾウアザラシシラミっていう昆虫がいるんですよ、海に住んでいる、うん、そいつはゾウアザラシにしがみつくんだけど、うん、そのゾウアザラシって2キロぐらい下まで潜るのね、水深、そう、ああ、はいはい、だからその水圧にもう耐えられてるってことなのよ、そのシラミが。なるほどなるほど。だからまあこれはないと。なるほどなるほど。要はもう最近の研究によって分かりました、ね、なるほど。次の説はですね、似ている甲殻類と餌の取り合いになるからっていう説。似たようなやつはいるもんね。うん、なんかその今は陸上で覇権を握ってるけど、うん、海に行くと普通に敵がいるから、まあ陸上にいた方がいいよねっていう説なんですよ、うん、これに関してはちょっと難しくて、うん、昆虫って実は甲殻類の進化系なのね。そうなんだ。そう、甲殻類が陸上に出たのが昆虫なのよ。まあそうだよな、俺らさ、うまいうまいって食ってるけど、うん、カニとか見た目エイリアンだもんな、ね、ちょっとえぐいかもな、うん、昆虫っぽいよねやつらも、うん、要はだから昆虫は海にいないのはなぜかっていうよりも、昆虫はなんで海に戻れないのかっていう疑問なんですね、これ。まあでもそれって、うん、人間が海に戻れないのと一緒なんじゃない。まあ確かにそういうことかもしれないね。だから俺らはそうね、1種類しかいないけど、うん、100万種類もいる中で、あ、指で数えるぐらいしかいないのはなんでなんだろう。なるほどなるほど、まあ、そこが疑問点。確かに確かに、うん、でですね、ちょっと最後の説なんですけど、これがですね、コウスケが大好きな最新研究によるものです。はい、これ2023年の4月1日に発表された論文、うん、ほう、最新ですね。だいぶ最新の研究 で、 いいです、ね、かなり今有力説として歌われているものです、はい、うん、それがですね、はい、昆虫が海に行ってしまうと効率よく外骨格を作ることができないんじゃないかっていう説です。はあはあ、骨を作れないと。はい、まあ厳密に言えば骨ではないんだけど。あ、そうなんだ。そう、さっき言ったように昆虫は甲殻類の進化系なのよ、うん、甲殻類は海の中で外骨格を作ってるんですよ、うん、それっていうのは海の中にあるカルシウムを使って外骨格を作ってるんだって、うん、でも陸上にはカルシウムが少ないと、うん、っていうので昆虫は独自の進化を遂げたのよ、うん、それがですね、マルチドオキシデース2 MCO2 って呼ばれる酵素です、うん、これ何かっていうと、はい、すごいんだけど空気中の酸素を取り込んで、うん、その酵素と混ぜて外骨格にするんだって。なるほど、うん、要は酸素を使うわけよ。もう海はなくなったからね。そう、酸素で空気で、空気で外骨格を作る。なるほど。それがめちゃくちゃ実はこの MCO2 って言われる酵素がすげえ優秀で、うん、酸素って軽いじゃん。だからめっちゃ軽いけどすごい硬いアーマーを作れたんですよ。ユニクロみたいだね。確かに確かに軽量化、うん、虫は独自に進化できたと。独自に進化した、うん、まあ、この MCO2 があったから、うん、100万種類にまで増えた。なるほど。しかも軽いから飛べるしっていう、あ、もう最強なわけですよね。イノベーションだったんだ。まあ、そういう風に進化しちゃった昆虫たちは酸素で外骨格を作るようになっちゃいました、うん、で海っていうのはもちろん酸素が少ないんですよね、うん、限りなく少ない。つまり外骨格を効率よく作ることはできないんじゃないかと。なるほど。だから100万種類にもいる中で昆虫はなかなか海では生きていけないんじゃないか。なるほど。っていう説がちょっと最新研究で今有力視されていると。なるほど。僕ルートダイナマイトってことで以上、海に昆虫がいない理由でした。なんか気にしたことないけど、うん、言われてみればいねえなって思うもんな。そうなんだよね。確かにいなかった。うん、なんかちょっとニッチな回にはなったけど、うん、面白かったね別に、うん、てかなんかそういうさ、俺らが思いもしないようなことをさ、なんでいねえんだろうって思って本気で研究してる科学者がいるってことがなんかすごくない？うん、だからいろいろ分かってくるんだろうね。うん、今大学生ぐらいの人が見てなぜだろうって立派な研究員になってね、なんで目指したんですか、国部とダイナマイトのチャンネルを見ましたって。そんなやついねえよ。そんないないな。そんなやつはいない。そんなやつはいねえな。まあそんなことはさておき、はい、昆虫が海にいない理由解明する日が来るのでしょうか。国部との見解をお聞かせいただきたいと思います。はい、ご紹介してきたんですけども、うん、これはですね、うん、もうすぐ解明できそうです。おお、結構本当にそこまで来てるんだね。完全に肌感なんだけど。ああ、うん。ああ、これ騙されました、ね、皆さん、こういう人の良さそうな人が騙してきますよ。よくないよ、本当に。そんなことないよ。周りにいる悪い虫、取っ払っちゃいましょうね。うわー、うまい。以上、国武とダイナマイトでした。一歩
フードの負けたしですかな。よっ。怖い人に会ったことあります？怖い人、うん、ありますよ、あります。タトゥー入ってたり、あ、タトゥー急に規制あげたり。俺もなんかね、うん、引っ越した時にね、うん、半グレみたいなやつ絡まれたことあるんですけど、うん、そんな怖い人のニュースです、うん、2023年6月3日兵庫県尼崎市でですね、うん、男性が遊んでいた男子中学生に声をかけて、うんうん、うんちしてくれ、7000円で買いたい、めちゃめちゃ怖いよと排泄物を売るように求めたというニュースですね。あとさ、おまけ都市伝説じゃねえんだよこれ。で、排泄だ、都市伝説。いや、排泄事実のコーナーじゃん。そんな吉塾語はねえよ。なんだ、なんでお前肛門に寄せてくんだよ全部。いつの間にかここにいたんです。もうやめろよYouTube 引退しろよ。これのチャンネルがさ、うん、20万いこうとしてんだからさ。そうだね、一番都市伝説だよなんで欲しいんだよ7000円でうんち。はしかんじゃないから。男子中学生怖っ。まあコウスケはね、たまに女子中学生から尿を売ってというふうに求めていますけども、それはまた別のお話。言うねそれ以上、極太ダイナマイトでした。本当やっちゃうよ。冗談ですからね。ありがとうございました。